そんな感じでね、僕は雰囲気でね、歌もギターもちょっとやってますんでね、まあよかったら ギターじゃないですね、ビールとかね、お酒を皆さん飲んでいただければ、その僕の不安定さも気にならないでしょうし、お店も儲かりますし、そして皆さんもいい気分になるということでね、僕、曲中ね、まあ、もうちょっとだけ話しますから、もう全然ね、お酒とかね、おかわりとか、そういうことはしちゃって、まあ、今日歌ってる最中でも全然構わないです。はい、どんどん飲んで、楽しんでてください。じゃあですね、次の曲なんですが、腹減った。何ですか？喋りが早いですか？ちょっとずれてるね、気にならない曲になるけど、ライブで毎回僕1曲カバーをやってるんですよ、大体。なぜやってるかというと、まあ偉そうな言い方すると僕は自分はアーティストだと思ってるんで、何かを想像してなんぼだと思ってるんですけど、まあ、ミュージシャンとしての側面もあるわけで、こうやってライブハウスとかライブバーで歌うということは、一曲、まあ、昔の曲でもいいし、今最近の曲でもいいんですけど、自分が好きな曲を、自分の音楽を聴きに来ている人や、もしくはなんとなく偶然居合わせた皆様方にちょっとですね、聴いてもらって、あ、なんかこんな曲あるんだと、なんかその曲をね、持って帰ってもらえればいいなと思ってやってます。でですね、今日出てる方みんなニコ生っていうのやってるんですけど、まあ、みんな知らないかな、ニコニコ生放送ってやつなんですけどね。知ってるわな。そのニコ生でですね、どの曲カバーやったらいいかなってアンケートを取りまして、で見事選ばれた曲なんですね。皆さんご存知かもしれないですね。若い人も結構アニメの影響で知ってるし、結構オーバーサーティーの方々も、まあ、昔ちょっと流行ったんでね、知ってると思うんですけど、ゾーンっていうね、まあ、昔はゾーンという方が歌ってたんですけど、シークレットベースっていう曲ですね。この曲をいきたいと思います。この曲がですね、歌詞がね、すごい似てるんですね。サビがですね、だからね、どれがどのところに来るかっていうのが結構曖昧でね、もう皆さんスマホとかで歌詞すぐ出せるでしょうから、チェックしながら聴いたら、ここ違うやんと突っ込んでいただいても全然 OK なんでね、いきますか。はい、もう本当にもう曲中でもお酒全然おかわりしてもらって構わないんで。